4月の1日ですね、女装をしました。どうでしたでしょうか？あれね、かわいかったよ。ありがとうございます。あれね、実はね、前日まで何やるか、前日ってか当日の朝か。当日の朝まで何やるか全然考えてなくて、やべえ、4月1日じゃんってなって、どうしようどうしようと思って、4月1日の朝にいつもその自分のメイクをしてくれてるメイクさんに LINE を送って、すいません、どうしても今日女装したいんですけど、どうしても今日女装したいんですけど、お時間ありませんかって、宇田川さんっていうあのメイクのね、男の人、おじさんって言ったらちょっと怒られるかもしれないけど、に連絡して。やばくない？なんかその文章だけ見るとさ、どうしてもなんかメイク、どうしても女装がしたいんですけどって、なんか一体何があるのか分からないパワーワードを送りつけ、来ていただいて、開けてもらってね。いや、マフちゃんの女装は俺も見てみたいからな、楽しいから全然いいよって言ってきてくれて、もうね、朝までどうしようと思って、これもしも宇田川さんダメだったら自分で頑張ってメイクして自分で女装するか、女装の何、女の子の髪のウィッグみたいなのってどこで売ってんのかなと思って、すごいね検索してた、めちゃくちゃ。メンヘラっぽくて最高でした。いや、ちょ、待って待って。清楚系女子を目指したんだけど、どうだった？清楚系女子、メンヘラ、いや、違う、全然普通に清楚でしたよ。あ、そうだよね。どっちか おかしいだろ。なんでだ？多分、元の顔だろ。顔が多分、若干病んでそうな顔をしてるのと、生まれつきのね、目の下のクマとかいろんなものがそれ感を演出してるだけで、中身はとても清楚でいい子だから。 僕、勘違いされやすいけど、決してメンヘラではないですからね。僕はだいぶ、いやいやいや、草じゃないよ。 いやいやいや、曲調とイメージの問題だよ。おかしいよ、おかしいよ。だいぶまとも感あると思うんだけどな。で、あれをね、投稿した後、どうせみんなそういうことするだろうって思ってたら、あそこまで結構凝ったことしてたのって僕と、あれ、坂田も女装してたんだっけ？くらいでさ、だったらしくて。普通に、ソラレさんとか、なんか浮上すらしてなかった気がするんだけど。なんかみんな、めっちゃ頑張っていろいろやってんだと思ってたのに、なんでだよ。